はい、唐突に始まってきております。各いろんなお店やショールームに行ってみようシリーズです。で、実は今日は東京の、カール・ハンセン、アンドサン の、 あのフラッグシップストアの方に、お邪魔、しようと思っております。で、こちらがどんな風な構成になっているのかと、今現状でのこう展示の風景と、まあ、おすすめのアイテムをあのご紹介いただこうかなと思っております。では早速行ってみましょう。はい、ということで今店内の方に、入ってき、ました。ちょっと段差を降りて1階のフロアが、まずはまあ、ちょっとこう落ち着いた、いつも毎回こう展示は比較的ちょっとこう落ち着いた雰囲気で展示されているイメージがあるんですけど、今回あの家具のコーディネートとしてはあの少しこう、これ新作のチークのテーブルですね、こちらの方をうまく組み合わせされて、壁の色のトーンが結構グレーで。ちょっと落ち着いたと思います。でメインのフロアは、この螺旋階段を上がって上のところに、メインの展示フロアがあるので、まあ、後でそちらの方を伺っていきたいなと思います。でここのウィンドウのところのねちょっとディスプレイとか、ここは結構シーズンっていうか季節ごとで新作がこう並んできたり、その時のこうメインの商品の展示がここに並んできたりします。でここ結構本当に人通りが多い、まあ、車の通りも多いですし人の通りも結構多い場所なので、まあ、何より空間が気持ちいいですよね。こう上にね吹き抜けしてて、ちなみに今朝の10時前、はい、の時間です。でこんな感じです。はいはい、ということで今回1回2回ちょっとご紹介させていただくんですが、 あんまり適当なこと喋ると大変申し訳ないので、今日は、カール・ハンセンの、セールスですね、ご担当いただいている今村さんにちょっと参加していただいて一緒にご案内していただきたいと思います。じゃあ今村さんお願いします。はい、お願いします。ようこそ、はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。お願いいたします。はい、まさに簡単にちょっと、はい、自己紹介、はい、カール・ハンセン&サンズ、はい、ジャパン日本の支社で、セールスしております、はい。日本でちょっと津々浦々カール・ハンセンの商品皆さんにお届けをしたいなと思って、はい、コネクトさんでもたくさん、はい、オンラインでも、はい、掲載いただいております。はい、はい、じゃあ今野さん今日よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、はい、ちょっと今の、今日が2022年の、はい、10月の、はい、26 10月26日です、はい、まあ、その時点でのちょっと今の展示状況、はい、少し簡単に教えていただけるとありがたいです、はいはい、今ですね実は、うん、エキシビションちょうどやっておりまして、はい、テーマがカラーアトラス、うん、なるほど、はい、というテーマで、アトラスって地図っていうんですけども、うん、まあ、色の地図帳みたいなテーマで展示をエキシビションしております。でメインで展示をしているのが、うん、安藤由香さんという陶芸作家さん、
今、丹波の篠山エリアで、笹山、はい、丹波笹山ですね、はい、ものづくりをされていて、うん、で今回その安藤さんの展示を11月3日までエキシビションをしております、うん、ちょっと特別な日に来ちゃったって感じですね。はい、特別な日に特別な出題のところをご覧いただいております、はい、この安藤さんの作品がね、はい、まあ素敵なんですよ。そうですね、まあ素敵なんですよ、ね、はい、ちょっと後でじっくり、はい、紹介したいと思うんですけど、はいはい、今回なので、うん、基本的には安藤さんの作品が引き立つような、うん、なるほど、さりげなく寄り添うカールハンセンの家具で安藤さんの作品たちを引き立てようというような展示になっているので、メインはその陶芸作品、うん、家具はそこにちょっと寄り添うっていうのが、まあ、全体のメインテーマになっていて、なるほど、はい、でやっぱり陶芸なので土っぽいもの、うん、自然のものの色合いっていうところが多いので、それに合わせた木の使い方、ファブリックの使い方、色使いっていうのをスタイリストさんにお願いしている。なるほど、はい、ほら、その食器、まあ要はね、食器とかフラワーベースとか、はい、まあ、そういう焼き物からこうインスピレーションを受けて、はい、あと家具側が、家具側が、ね、どういう風なこう組み合わせができるかみたいな、はい、目立ちすぎず、地味になりすぎずなるほど、ちょうどいいバランスで、なんか すごいスタイリングというかコーディネートの、はい、すごいヒントに、そうですね、今回、ね、なるかなと思うので、はい、ちょっと全体じっくり本当に見ていただけると嬉しいなと思います。で、1階、早速ちょっとこの1階のイメージが少し、はい、先ほどもちょっと言ったんですけど、落ち着いた雰囲気に、そうですね、結構毎回ちょっと落ち着いてますよね。はい、1階と2階とライブの当たり方の入り方が違うんですよね。なるほど、はい、1階は割と落ち着いた空間を作るのにちょうどいい日の当たり方、うんうん、まあ、少し影が、はいはい、が入っているような空間なので、うんうん、そこをうまく利用して、うん、割とこうゴルマトとか、うん、クロリナとか、うん、そういうダークトーンの色の家具を基調に展示展開することが多いです。なるほど、これ朝に降れたところからなんですけども、うん、昼ぐらい、夕方、夜、全然違うので、ぜひ来て、本当ですね、ゆっくり過ごして、はい、日の移り変わり、うん、日が映し出す家具っていうところを楽しんでいただけたらと思います、うん。いいですね、ちょっと落ち着いた雰囲気の中で、はい、見れる感じも、そうなんです。コーディネートのヒントもたくさん、なんか散りばめられてる感じがします。はい、では、早速、2階に。行きましょうか、はい、大丈夫ですか。全然こう今の落ち着いた方がまた変わるガラッとね、はい、はい、行きたいと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。